やばい。やばい。やばい。どうも皆さんこんばんは。ラ。やべ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。うわあ、やべえ、久しぶりに久しぶりに部屋で喋ってる。全然そんなことないのにな。たかが4日とかでしょ、やってないの。なのに久しぶりなの。感覚おかしい。どりゃー、無敵じゃなくなったんですね。何ですか無敵って。いや、なんでもないです。はい、何を言ってる。危ない何の話だ無敵って。まあ、クラフト上にバイクで入ってきたり。はあ、どういうこと。あ、なんでもないです。そんな人がいるのか。怖いね。例えば島取り水曜日、うん、どうだった。まあ見てもらえば分かると思う。あ、黒くなってる。まあいい、取られたら取り返すだけや。そこは別にいいんですけど、うん、ノーリミの島にオールインがちょっかいかけてるみたいな、うん、へえ。街中でオールインが動き出したってことか。かもしれないですね。へえ。っていうのをアラちゃんから聞きました。でも守りきってるんだ、ノーリミは。すごいね。タラちゃんから教えてもらったんだ。はい。え、なんか大丈夫だった、マザラとのその連携は。は普通だった。こっちがある程度決めたので、うん、多分大丈夫だったと思いますよ。ならよかった。カルテルからのお知らせ。セールみたいなこと書いてあります。セール、そんな感じなのここって。あと島取り中に、うん、個人医と一緒にズズさんが来たり、うん、マックさんが車乗って2000番台来たりはしてましたね。先週もいたな、それはな。で3000、4000番にもう多分うちの島のところマダラ組が上げてくれてるじゃないですか、うん、のところに枝豆もんさんが現れたみたいです。枝豆もん、はい。あいつギャングなのか。ギャングだったはずですよ。しかも GBC 警察の時で JTS が車両営業法ができたばっかの時で、はいはいはい。それで免許がなくて JTS が車両営業法で一回営業停止になってる。ああ、なんかなってたね。枝豆もんなんだ、うん、枝豆もん。え、じゃああいつわざとやってた可能性があるってことか。それはないんじゃないですか。それはない、さすがに。その時まず知らないんじゃないですか。知らないだけか。とんでもない大悪党なのかと思った。この前マックさん来たもんな、客船前に、ね、勝手に乗り込んできたっていうのが正しいですね。まあ GBC はうぜえからいいんじゃない。どうだって次来たら殺せばいいんじゃない、島といて。まあそうですね。邪魔じゃんね、だって。邪魔ですね。島取りしてるはずだったら、まあどれだけ邪魔かっていうのを知ってるはずなので。うん、わざとでしょ。それでタラちゃんの憶測なんですけど、うん、構想に火種にしようとしてるみたいな、打たせようとして。ほう、可能性がある。あ、 GBC がうちらから、あ、うちらに打たせて構想にさせようってことみたいな感じの憶測は立ててましたよ。あ、まあ別に GBC って強いのか全然わからん。誰が GBC か全くわかんねえわ。まあ火種を作りに来てるのは向こうだけど。まあそうですね、我々からしたら。だから来たら殺せばいいんじゃね。
クラフトでも、まあ、ジョアさんが GBC に探られてたことがありましたね。ほう、なんか GBC 来てるね最近。ジョアさんの前でピンクの車乗ってたので、はん、なんか868出たみたいなこと言ってたみたいな聞きましたね。なんかキモいな。まあピエロなので。ピエロか。島取りは来たいな次。来週ですか。26は来たい。でピエロいたら殺す。島取りの服着てなかったら、うん、ある意味違い方形なのでブレードしてもいいんじゃないですか。確かに。やるわ。そうじゃん。いや、やめとくわ。アンテナ立ったわ、今。やばそうなアンテナですか。うん。降りて銃で撃つ。なるほど。うん。あとは金曜日は、トピオさんとジョアさん連れて3人で一生大型してました。3人でやってたの？はい。まあ今やろやはチルだな。え、JDK どうなった？そういえば。何にも進展ないです。ないんだよね。まあいいけどね、ゆっくりで。JD から連絡があったりした？花の売る連絡ぐらいは来ました。ああ。今どういう感じだっけ？お隣とバニーが傭兵したいみたいな？いや、ランドさんは全然大丈夫だってしか言ってました。あ、お隣か。そうですね。まあ、ゆっくりやるべ。タラちゃんから昨日電話があるのは何だろう。待って、ヨネバーから電話がある。何これ。絶対ホットドッグちょうだいのやつだろ、これ。タラちゃんは、あれですね。島取りの数値集計後の話ですね、多分。あー、昨日もう話終わった、ね、話終わりました。じゃあいいか。それが、ノーリミ島にオールインがちょっかいかけてるって話です。はいはいはい。ナシマは？は、来てないですね。昨日電話あるわ。一応折り返しよっか。いるわけがないぐらいですかね、一旦は。はーい、クラフトしていきます。はい。ふう、答えですやんって。え、何が何が？やめてくれん？衛星外無敵おじさん。はい？意味がわからない。バイクでイン。そんなんみんなやってるやろ。いやって、はい？やってるよ。だってその何？よくわかんないけど、そのやってる人もいるんでしょ？その人も。で、俺もただやってるってだけじゃない？たまたま。たまたまね。ご苦労さんって。やろやユニオンついてたよ。いやいやいや、だから俺とは限らないやんね。だってね、ローレンとか来るかもしれん。厳しいって。ご苦労さんはまあ送った。俺はケインにね、お金は送った。確かに。もうボスバックとか本当に分かんない、どこ行ったか。もういいわ、あいつ。いつだよ。ダルオさん、どうしました？俺のボスバック知ってます？クラフトのとこにありませんでした。そうそう、そういえばそう。右に入ってるこれじゃないんですか？ありがとう、アレクサ。あ、風呂が1個買いたいんだわ。あれ？スパロー？あった。さすがに買うわ、風呂が1個。12億もある。さすがに買えって言ってるわ。船付きに置く。もしもし、ありがとうございました。もしもし、はい。あ、ありがとうございました。はい。柄なしフラ、あ、風呂が一つください。はい、あ、わかりました。はい。もうそこの入れに行って大丈夫でしょうか。はい、お願いします。はい、どうも。はい、どうも。
川上さん珍しい。アレクサになってる人いる。3000か。でも、もうこんなもんすぐ取れるやろ。てか熱っ、ここ4万かよ。激闘してるな、2000番。あ、これうざい、上のやつ。アレクサケインさん、今日の天気は？直しました。すいません、この上に点滅するやつって直せます？あのレーシックの瞑想で直ります。ありがとうございます。何でも知ってんだよアレクサは。レザーさん、今会場閉めたんで手空きました。いや、まあ特に何もないんだよね最近どうなん？でも最近いろんな話聞きましたよ。なんか今どこいます？じゃあ豪邸行くよ。あ、OK です。おはようございます。おはようございます。どうぞ中へ。 ありがとうございます。え、いる、なんかいる。ええなんかいた。え、一応ドワーフは来てないですか？ドワーフですよね。おはようございます。おはようございます。え、何？え、黒牛のドワーフですか？ん、黒牛のドワーフに見覚えあります？誰に言ってる？お二人です。お二人とも知らない？知らない。黒牛のドワーフ、はい、なんかないですか？戦争みたいな。はい、あの牛の服装でしょ？あず牛の服装、ね、あ、俺アンチだから全然無理。ああ全然無理やで。逆張りだからね。全然アンチやから、うん、あんなの着るわけがない。使ってないですね。着るわけがない、あんなもの。あんなもの、あんなもの、声をでかく言ってやる。なんかここ最近、はい、いろんな人と話しまして、うん、だから前なんかオールイン玉内くんなんでダメだったみたいな。ああ、はいはいはい、覚えてます。覚えてる。なんかあれ聞いたんすけど、うん、シンプルに銃の腕とか無線はいいみたいな、郷さんも言ってて、うん、ただ多分なんかそれ以外のところがちょっとあんまり良くなかったみたいで。それ以外というと？例えばなんか人間関係とか、あ、これってなったらもうそれ一直線になっちゃうみたいな。中身？そうそうそう。でオールインは落ちたみたいな。最近オールイン自体もなんか志願してる人しか入れないっていうのは言ってて、郷さんが。志願してる人っていうのギャングになりたいとか、そうそう、ハングレが自分から来ないともオールインは入れてないとか、そういう感じらしいんで、なんかあんま誘うみたいな、囲うとかはしてないっぽいですね。おお、なるほどね。で、ケンさんがアルカナに入ったみたいです。ほう。で、ケンさんいわく、うん、なんかアルカナの目的が、うん、その実績を作りたいんじゃないかっていう。何の実績？なんかめっちゃ二人で話しが。なんかアルカナってどこなんや。傭兵を。おい、お前も聞けじゃん。アルカナどこ？いやいやいや、お前も聞けじゃん。いや違う。アルカナの説明してあげてじゃん。なるほど。アルカナっていうのは、みたいな名前、あの、ナシマカナさんの組織ですね。ああ。あの、ナシマカナさんの銃とかあるじゃないですか。はいはいはい。それがなんかアルカナっていう組織で、そこにケンツさんって人がいて、その方曰くなんか傭兵を結構いろんなところに斡旋してるっぽくて。
それがあのアカデミーってやつだよな、アルカナの中の。あ、多分そうだと思うよ。アカデミーみたいな、そのハングレが多いみたいな。アルカナアカデミー、なんかアルカナっていう大枠の組織があって、その中になんか部署分けみたいな感じでまたあるんだよ他に、うん、傭兵部門のアカデミーってやつと、なんかの AP ピストルを売ってたりするさ、はい、なんかファムファタールみたいな、なんだっけな、そんなやつがあるんよ。ファムファタールね。うん、まあ、でも多分アカデミーでその今傭兵を行ってるっていう話はしてて、うん、で、まあ、その剣なんでこんなことしたいのかみたいな、島さんにメリットなくねみたいなのを思ってるらしいんですけど、うん、なんか多分そのアルカナアカデミーとしての多分実績を作って、なんか恩を売りたいではないけど、なんか斡旋したいらしいです。アルカナから誰かがギャングになりましたみたいなっていうのを作りたいんじゃないかっていう予想はしてましたね。梨間かながそう思ってるかもってこと？あ、そうそうです、はいはい、ケンツさんが働いてる子目線だとそういう風に感じてる。なるほどね。でケンツさんは最近なんか結構大型とかやってるっぽくて、傭兵で、へえ、モズに行ってるみたいですね。なるほど、まあ、なんで、まあ、モズもなんかそういう傭兵とか入れてるみたいな感じなんですかね、きっと。うん、まあ、なんかそういうのはほんとたまたま昨日聞いたっすね。まあめっちゃ調べてるやん。いや、もう交流していくうちに今度入ってくるっていう感じですね。 やっぱ止水はそういうやつだわ。そういうことをしてくれ。そうっすね、ちょっとじゃん、好きかもっすね。そういうことが好きなんだ。好きですよ、もちろん。なんか結構ふわふわふらふら変なことしてそうで情報取ってくるよな。まあ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 、そうですね、うん、でもこっちのことは絶対言わないんで。もういいやん、ピエロやな、お前な。ピエロ、やろやのピエロやな。ピエロ、ピエロじゃない。まあまあまあ、大型服もピエロっすからね、僕ね。魂もだしね。ほんとマジ情報情報感謝、魂もピエロ。ありがとうね、めっちゃいいや、うん、めっちゃいい、めっちゃいい。ただそれこそなんかいい人はボスたちに相談って形でいいんですかね。まあそうね、最近でもボスがあんまり起きてないっていう現状が続くじゃないですか。俺がもうちょっと起きれないからな。ですよね。てか、え、今 JD ないの？ JD 君昨日電話あって今いなかったっすね。 JD のLINE は、おはよう LINE はないの？ないですないです。どこのグループ LINE？ おはよう LINE ないか？ないですないです。おはようスタンプないか。ないか。あ、おはよう、おはようだけ俺も打っとこう。なんか GBC が冷やかしというか。そうだよ、来たんだ。なんだっけな、あの島取り頑張れ、島取り頑張れみたいな。なんか先週もいたよな。先週もいたんだよ。頭に流し込んでくんのよ、意味わからん歌。今回はズズさんとマックさんがいたみたいな感じでしたっけ。ズズ GBC か、友達なのに。あ、そうなんですか。そう、なんか僕はあんま合わなかったんですけど、殺さなきゃな。でも ABC って誰がいたっけ。マック、え、なんか枝豆もんもっぽいらしいじゃん。あ、そうだ、そうですね、枝豆か。なのだですよね。枝豆もんギャングマジか。枝豆ギャングマジかよ。あんなになんかもうちょけてんのに、あんなに、あえってか、あいつに金取り立てこうか。あれギャングマジか。ギャングなら金取り返しようかな、ホストの。ほんまにそれはそうなあ。あいつ結局払ってないやろ金。払ってない、許せん。それが火種になるよもはや。なんか火種にしようとしてるみたいな。うわ、 GBC が、 GBC の動きがどうなのか分かんないですからね。分かんないね。なんでスーツ着たんですか。ちょ、今日スーツで動くかなって。なんで、たまには。ああ、いいっすね。は、なんか腹立つな。なんで。なんか何かだよ。ふざけるな、もうこれでいい。はい、いや、そっちのがいいよ。いいんすね、そっちのがいいよ。まあまあ、またなんかあったら、うん、報告しますね。お願いします。ちょっと聞きつつ、音楽かけて。
ロボハラが。あれ多分歌られますよ。なんか反応悪いなこのアレクサ。どうしました？アレクサ音楽かけて。あとそうだ、僕普通にシンプルに聞きたいんですけど、うん、あの壊れてるかもしれない。この、うん、AP ピストル。うん。もう一度お願いします。自分で買うとかってできるんですか？これはあのさっきのナシマ。はいはいはい、に言う感じかな。直接僕から言っても大丈夫、それともなんかボスとかが言えんのかな。それクラフトも読むどん、あーちょっと体が、うん、どんなもん足りないもの。俺もヘビーアーマーめっちゃある、嬉しい。毎日30個作ってるからな。えらね、えらいんだよ。牛の格好で作ってるわけではないですよね。なんなん牛。じゃあ違うか、うん、俺この学校で言ってるよ。本当ですか？いや、じゃあ違うか、うん、ありがとうございます。いえいえ、じゃあちょっと一回出ます。はーい。フロガーか、フロガー取り行くか。行こうかな。10年やっぱり。やっぱり。ヘリ来たー。何色にしようかな。白。白でもいいなー。白にしよう。ブルーン。買っちゃった。あと欲しいとこどこかな。結局砂漠にも一個風呂があったら便利だったんだよ。この前のリグでさ、バニと一緒に行ったやつあったよ。結局あれも便利だったから、砂漠にも一個欲しいってなって。だから、まあ、パレット横。いや、パレット横はでもちょっとやりすぎだわ。だったらまあ、2000番でもいいんだよな。2000番に置いてもいい。島取りもあるし、今2000番だったらまあ、なんかあのガソスタ横って待機してそうな気がするんだよね、最近警察。今警察よくわかんないけど、警察六法さ、やっぱ俺も見てるからさ、いろいろとあるんよな。だからこそやりたい、警察。てか警察やったら今救急隊やれるっぽいんだよな。やれるというか二つつけるというか、救急隊やりたいんだよちょっとね。
救急隊してみたいわ。100年ぶりにやる。100年ぶりにやる。誇張してない。まさかこの手の言いぶりで誇張してない言い方があるとは。どうしました？クック王さん。ペパロニピザがなくなったので。ピザってレンチンなんだ。はい、冷凍ピザです。悲しい、なんか。ATM 行ってきます。ATM やるんですか？何？ATM やるの？ ATM 行ってきます。気になります。え、夜今。いや、夜じゃなくてもいける。あ、そうなんだ。え、見に行こう。なんだ、見に行こう。どこでやんの？ん？近くよ。いいね。ATM ちなみにそこに、すぐそこにありますよ。え、どこにある？じゃあ俺武器持ってくる。7161の左側ありますよ。7161結構遠い。とうとう近いですよ。あれ7161どこ？あ、ほんとだ、ここか。あ、ごめん、痛い。会長見に行っていいですか、空から。いいよ、いいけど。あ、じゃあインレーダーちょっと見学するなら俺をおぶってくれない？いいよ、盗難車でやるから。え、 SUV を見つけないといけないんだよ。そうね。あ、え、これは？これじゃない？これだわ。ゴー、クライス。違えた、取れるかな。おお、早っ。警察ヘリ来たらカバーしに行く。頼む、カバー、ATM カバー。熱い熱い熱い。お、あるやん。あるあるある。いや、これ取れんのかな。取れないとかあんの？なんか色違くない？え、わ、知らない。赤と青があんだけどな。まあ、一回やってみるか。うん、オッケー。警察足りないって。え、え、2人でできないの ATM って？3かもしらん。3か、3かもしらん。まさかの3ですか。まさかの3か。まさかすぎる、それは。2でいけると思ってた。2でいいだろ、 ATM は。電話鳴ってるよ。はーい、早く、こいつ。うわ、おいおいおい、発砲槌、発砲槌。発砲槌。3なったよ、3なったよ。なった？発砲通知したところで ATM 強盗始まる。ああ、やろう。行きましょう。応援のダンスなんだっけな。それで、あ、いけるわ。おいー、始まりました。頑張れー、取っていきますよ。頑張れー。さあ、引っ張るだけ、あとは。早い、行くぞ。キャップが ATM 向かいましたよ、今。おお、キャップが来るらしいぞ。やばいやばいやばい、マジでキャップは待って。でも、会長、それ引っ張った時間らしいですよ。そうなんだ。じゃあ、思いっきり引っ張るわ。あー、やばい、白くて何も見えん。やばい、取れろー、早く取れろー。定期的にやめないとパンクするんで。待て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 、やばいよ、やばいよ、やばいよ、来るよ来るよ。あ、来た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 、やばい、来た来たよ。取れた取れた取れた。なんか離れない、こいつ何。ははやばいやばいやばい、やばいやばい、何ですか、やばい、早くお前逃げないと。なんか歪んでる、歪んでる、歪んでますね。いやうわ、怖い。
怖いよー。 ATM 強盗はよ、ぶっ殺していって上官から許可出ちゃったからね。あ、そうなんだ。あ、もう逃げられるの前提で鬱陶しいから殺しちゃうって話になったんですよ。痛い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 、あいつ捕まえろ。大丈夫か。あれだ、あの大丈夫か。大丈夫なわけがない。大丈夫ない。大丈夫なわけがない。待って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 、止まって、やめてやめてよ。あっちくそ、逃げる。さよなら。ロケラン終わってます。ロケラン終わってる。ロケてか ATM さ、これがだったんやけど、なんか歪んでたね。挟まってこもってなんか S 最悪や。おい、俺のパワーサージが、これ助かる。マジか。俺のパワーサージ報酬される。取り行こう。一旦行きます。これこの救急隊が行こう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 。救急隊やから。お隣、ちょっと待って、これ入れられんのかな。インタラクション、車両に入れる、無理だ。爆発しに来ただけやん。どっか、どっか、あ、あれか。やばい、パワーサージが。俺のパワーサージが。救急隊に言う？直してくださいって。シルエット行きますか。え、なんか取られてね？俺のパワーサージ。誰これ誰これ声ちっちゃ。誰ですか。声ちっちゃ。あ、出た。あ、痛い。誰ですか。何が。え、さっき、え、これダウンしてる人がさっき ATM やった人じゃないの。違いますよ。え、どっちがどっちだ。俺じゃない。白い服のお兄さん、さっきそこ椅子座ってましたよね。座ってた。てか、やった？やってない。え、じゃあこのダウンしてる人は？ダウンしてる人は倒れてた。犯人は、ね、犯人はみんなやってないって言うんですよ。そうそう。キャップに聞けば全てわかる。そう、キャップに聞いた方がいい。だってキャップどっちかわかんないって言ってるんだ。キャップに聞けば全てわかる。キャップに聞いた方がいい。バイクの持ち主調べればよくない？バイクはでも犯罪に使えないからな。そうよ、そうよ。そうですね。これで来たんじゃないの？途中で。バイクは犯罪で使えないから。それはそうなんすか。うん、乗せたやん。あとは任せて。行っちゃったよ。ブルーンブルーンブルーン。ひどい目にあった。本当にそう。なんでこれで全員捕まってないのか、本当に。うまいこと逃げた。誰が一番ウケるわ。え、お、お、え、でもさっき、え、逃げたよーって。なんか、けどさ。キャップが3000万払っただけ。僕ら2000万か。2000万。